みんなが喪服着てる場面なんですけども、すごく楽しそうに生き生きとして書いてるわけなんですね。枕草子に書いたままあれを脚本だと思って絵にしても全然 OK な場面があったりするわけなんですね。これはもうだいぶ前ですね、2018年ぐらいにこれから作ろうとしている映画のイメージを表そうと思って描いた一枚の絵です。上には皆既日食なんかがあるわけなんですけども、ここに書いてある清少納言、どれが清少納言かみたいなのはまだ実は結構曖昧だったりするわけなんですけども、よく見ると実はみんな装束着てるんですけど、色がない装束着てまして、でこれは全員喪服を着ているつもりで描いたわけなんですね。990年から、そうですね、1000年ぐらいにかけてはいろんな疫病が平安京に訪れていて、たびたび亡くなる方がいたわけなんです。で、枕草子を読んでもある場面で、清少納言は自分たちは、みんな薄煮火色を着ていてっていうふうに書いてるわけなんですね。薄煮火色っていうのはそのグレーなわけなんですけども、当時は最初は黒っぽい喪服を着て、でどうも四十九日を過ぎると色が薄くなったりとかするとか、いろいろこうあったわけなんですけども、清少納言の仲間の女房たちが陰陽寮、それこそ天文とかを、司る役所がありまして、でそこに何時になると鐘が鳴ったりとか太鼓を鳴らしたりして、今何時ですよって知らせるわけなんですけど、櫓にみんなで登って、上に登ってるその自分の同僚の若い娘たちが天女みたいだったなんていうのを枕草子の中で清少納言が書いてるわけです。みんなが喪服着てる場面なんですけども、すごく楽しそうに生き生きとして書いてるわけなんですね。おそらくこの絵を描いた時にはまだあんまり深くこういう顔になるだろうって考えてないで描いてるんですけど、一番中央にいるのはその枕草子の中にも登場しますし、清少納言が敬愛していただろう彼女が仕えている中宮である藤原の定子のつもりです。で、定子っていうのは一条天皇のお妃中宮であったわけなんですね。で、途中からなぜか皇后宮っていうのにちょっとポジションが変わったりして、いろんな政治的な何かが途中であったりするわけなんです。だけどもその彼女のことを清少納言が枕草子の中で、非常にそのプロフィール、あるいはその生き生きとした毎日を書いたことによって、なんていうんですかね、古典文学界のヒロインの一人になってるんではないかなと僕は思うわけですね。枕草子を読んでると本当に妃らしく、でもちょっとこうチャーミングなお茶目な面もあったりして、実際読んでみるとすごく引き込まれる人物ですね。こう尊敬をもっと超えたようなところで二人がなんか結びついているみたいな、二人の女性の関係みたいなこととして描かれることがすごく多かったわけなんですね。じゃあ本当はどうだったのかなみたいなのを少し考えないと映画の画面にもならないわけですし、もうちょっとこう知りたくなったわけなんですね。そうすると枕草子の中に書かれてない部分で、いろんなその他のものの中に中宮定子とか清少納言とかが出てくる場面ってないんだろうかなと思って、まずそこを見てみたわけなんです。でここに実は、演技式っていう、演技式だから当時の律令制の時のその法律のそれをどう運用するかみたいな最速になってる、ものがあったわけなんですね。法令みたいなものです。でその中にいろんな役所は何を用意しとかなければいけないっていうのがありまして、でそこに天皇 と、中宮が着る服を、用意しとかなければいけないんだけど、服じゃなくてその前の反物を用意しといてしなければいけないっていう項目があったわけなんです。で天皇の、年中
の、味噌っていうのかな、その服をこうこれぐらいのもので、作りますよっていう重量10着作るのに284メートルの反物が必要で、その反物は、幅はこれぐらいですみたいなとかがこう書いてあるわけなんですね。中宮の着てるものを見てみたらどうもワンピースみたいじゃないみたいなんですよ。ツーピースみたいなんですね。ワンピースってあのよく十二人絵って言いますけど、あの清少納言は十二人絵をおそらく正式な場では着てたんですけど、中宮が何かの行事儀式の時に着る、あの正式な服なんではないかなと思うんですけど、それが上半身と下半身に分かれてるみたいなんですね。まあ、絵巻物みたいなのを思い浮かべられて、その中にその十二人絵のああい う, こう比較的ダラダラっとしたって言ったらいいのかな、そういう着物を着てる装束を着てる女性がいっぱい出てくることを想像されるんでしょうけど、中宮っていうのが正式な場で着るのはもっと古い時代の中国の唐から伝わった様式がまだ残ってるような服だったんではないかなっていうことが、この布の寸法から おそらく想像ができるわけなんですね。じゃあどんな時に中宮にそういう儀式の仕事があったのかなと思ったら調べてみるとないんですよ。でただ一回だけ中宮が儀式の中に出てくる、場面があって、それ何かなっていうと立行というものなんですね。いろんな人の立行の、例えばここに、まだ整理してないのが、わざと残してるんですけど、こういう立行の時のこう次第みたいな、こうやってダラ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 って書いてあるわけなんです。すごいすごいですよね。でこれを、起こってる順番に項目別に分けて、他の人いろんな中宮が立行した時のやつを、合致するのは横に並べてったらどういう手順でやるのかなと思ったら、ほぼ、10世紀のから11世紀の頭にかけては同じ手順でずっとやってるわけなんです。なんとびっくりしたことに、女性、まあ、その中宮になる人がいないところでやってるわけなんです。あの、まあ、その神官の人たちが、紫宸殿の前の庭に並んで、そして、天皇に、天皇は紫宸殿の上に玉座みたいなのが据えてあって、でそこに宣明っていうんですけど、これからこの人を中宮にしますよっていうあの言葉、御事のりみたいなものの原稿を用意しましたって言って、でその原稿を今度はあの天皇が読む、読んだら終わりっていう儀式なんです。ところがその後に、そこにいた主だった人たちが今度は中宮になる女性は必ず、代理にもしいたってそれまでいたとしても実家に一回帰ることになるわけなんですね。帰っているわけなんですね。で実家で待ってて、実家 あの中宮になる人のところにいろんな荷物を持っていくわけなんです。中宮に必要な荷物みたいなものを持って行って、そして、御簾の中に閉じこもっている、中宮に、一人だけ男性を代表して、接触する人がいるわけなんですね。ここにあのちょっと本宮に参るとか「かの宮」って書いてあるんですけど、これはだから今度は中宮になる人は、今までは普通の人だったんだけど、いわゆるお宮さんになってるわけですね。中宮がいるところがね、そのお宮さんに、お宮さんに必要な道具を、持っていくわけなんですけど、でそこに、皇后、中宮でも皇后でもまあ同じぐらいような意味なんですけど、その髪の毛を結っています。そして白い服を着て白いかんざしを刺して全体が白い装束です。で椅子に着したもうって書いてあるんですね。で、その髪の毛を結っている人はこういう人ですよっていうのを、男の人は間接的に店の外から聞いて、でその代わりに、かんだちめがみんな参ってますよというと、今度は中宮の言葉がまた間接的に聞こえてきて、きこしをす、よろしくお計らいくださいみたいなことを言う。でそうすると今度はあの大臣たちが、庭に並んでその前で、拝礼、中宮になった人に拝礼するっていうのがあるわけなんです。でだからこの時はおそらく一度だけ、中宮として正式なそのあの儀式用の服を着てたんではないかなと思うんですね。でこの時だけです。あとは中宮には
お仕事がないと思っていいわけですね。中宮のところの職員っていうのは、男性も女性もいるわけなんですね。中宮式っていうのがあって、そこの、人たち、そのさっきの立候の儀式をずっと最後まで見ていくと、人事会議が実は途中から始まってて、立候するときに女性職員も、任命されるわけなんですね。で、特に、中宮には、いわゆる女房三役っていう、立場の人たちが、最初に、定められていました。ただ天皇の場合は、直接自分 の、 身の回りのものをする男性職員がいて、それは、六位クロードっていうのがいるんですけども、ある一定の位を与えられていないと天皇には接近できないわけなんですけど、つまり身の回りの世話ができないわけなんです。それと同じで、中宮もさっき言いましたけど、天皇と並び立つような、権威を持っているんだとすると、やっぱり五位の人が、でないと接近できないんではないかなというふうに思ってしまうわけなんですね。清少納言っていうのは、993年ウルー10月に、出仕したっていうことになっているわけなんですね。それは枕草子を、たくさんの人たちが研究して、その頃なんだろうなっていうのを導き出して、多分それが一番蓋然性高いだろうなっていうふうに言われているもので、枕草子の中に私は何月から中宮のところに出向くようになりましたとかは書いてなかったりするわけなんです。だからそういうふうに清少納言が書いているものはすごい断片的なので、推測していく必要があるわけなんですね。推測するためにも他のいろんな資料をこう読み解く必要があるわけなんですけども、そのウルー年があるわけなんですね。旧暦なのでウルー月かがあるわけなんですけども、そういう、ところにその清少納言が、いたりするわけです。こういう行事が行われています。女の人に位を叙する、まあ、そういう儀式というか、そういう人事のその、まあ、事例が出るみたいな感じのところがあるわけですね。そうするとひょっとしたら清少納言はここで位を与えられてるかもしれないですけど、一番最初は普通の人たちが入ってきてるので、どうもひょっとしたら、もしその推測が正しければ、最初の方って清少納言って中宮にそばに寄れてないんじゃないのかなっていう気がちょっとしてきてしまうわけなんです。で、枕草子を読んでみると、どうも最初の方は会話を交わしてないんですね、あんまり。それから途中までは清少納言は中宮に向かって何か喋るときは人づて、清少納言が内気なのかなっていうふうにも思うんですけど、ひょっとしたら位がまだ足らなかったのかもしれないなっていうこともありえるなとちょっと思ってしまったわけです。これ自分でも、こういう解決してる問題ではないなと思っています。まあ、なぜそこに出資するようになったかということとして、あるいは途中入社みたいな形で、993年立候ですからね、あ、じゃあ990年立候なので、それからだいぶ遅れて、清少納言が、出資するっていうのは、まあ、何かの理由があったんだろうなと思われるわけなんです。でその一つが、女房三役のうちの内侍っていうのが、馬の内侍っていう人であるみたいなんですね。でこれは、その馬の内侍の方の、まあ、和歌を読む人だったんで、その和歌の方で、彼女の歌が取り上げられていて、いろんな歌集に。でそこの歌集の中で、その歌を読んだ人はこういう人ですよっていうところに、その皇后の宮だっけかなのが、とにかくその立候した時に内侍になったって書いてあるわけなんです。立候の時に、そのさっきも言いましたけど、人事で定めなきゃいけない中で、その中で決められたみたいですね。で枕草子でもちょっとあれなんですけど、その清少納言が題を出されて歌を読まなきゃいけない局面がすごくたくさん出てくるんですね。でどうもやっぱりその馬の内侍がいなくなったんで、
同じようなことをする人材としてスカウトされてきたんではないかなっていうふうに想像がちょっとできてしまうわけなんです。でところが清少納言はこれに抵抗するわけなんですね。歌読まない、もしくは読みたくない、勘弁してくれ。で歌の代わりになんかちょっとあの起点が効いたあの物で芸をするからみたいなことで、勘弁してもらってることがたくさんあって、で何年後かにはもう本当に勘弁してくださいって言って歌ぜあの題を出されても読みたくないんですって最後言い張って中宮が認めてくれるっていうエピソードまであの枕草子の中にあるわけなんです。逆に言うと この代理内史の代理じゃなくてその歌を読む係の代理が清少納言だったんではないかなみたいなのが馬の内史集、これはだから、清少納言が出てこないわけなんですけど、そういう、歌集を読むと、ちょっと想像できてしまうわけなんですね。994年の6月にですね、赤もがさっていう、疫病が流行ります。でこれが、中宮の中にも入ってきたのは、権記、藤原行成っていう人が書いた権記っていう日記の中に出てくるんですけども、 この5月までは最小の君が枕草子に出てきてるんですけど、こっから先のエピソードに最小の君が出てこないんですよ。どう見てもあのこれは枕草子の中のいろんなエピソードっていうのは時系列に並んでないから、必ずしもそうだって言い切れないところがあるんですけど、自分なりに整理すると最小の君の最後の登場みたいなんですね。その後に誰が最小の君のポジションになったかっていうと、どうも清少納言がやたら張り切ってるとかいろんな仕事をさせられてるみたいなんですね。千年ですね、千年の長保2年8月24日っていう時に、中宮ではもうこの頃亡くなってますね、皇后宮が、たまたま日本に来ていた中国宋の国の商人から何かを買ってたんだけども、その代金が、先方に届いていない。で、彼らの船は太宰府に移動しているはずなので太宰府に届けたんだけども、太宰府の方でまあ、どうも横領されていて届いてないみたいなんだけども、横領を責めるよりもとにかく相手に、お金が届くことの方が大事なので、もう一回お金を出すからということを、きちんと事務的に処理したいということを、その藤原の行成っていう、天皇の方 の事務官に向かって、中宮皇后宮帝氏が言ったってことになってるんですね。でもちろん皇后が、そういう人に男性に対して直接喋るわけがないから誰かが、喋ってるわけなんですけど、これが、立場上はおそらく清少納言だったんではないかなとか思うわけです。清少納言は、そういう意味ではなんていうんですかね、おそらく最後の途中以降は、かなりそういう意味で言うと、まあ事務的な事務官としての右腕みたいになってたんではないかなというふうに思えてたりもするわけなんですね。でそういうふうに思いながら帝氏の下での、 清少納言が立場がいくつかの段階で変わっていったんだなということを意識しながら枕草子の各エピソードを読むと、あ、この時はこんなふうにあの立場だからこう言ってるんだなみたいなことがなんか分かるんではないかなと思います。清少納言って非常にそのなんか男にの人に噛みつくようなタイプの人間だったんではないかなって言われがち、思われてしまいがちなんだけども、あのいろんな枕草子だけ読むとそういうふうに読めてしまう清少納言が、でも他のものとあの読み合わせてみると、実はなんだろうな、ちょっとあの年季が入ったけどもそんなにあの下っ端だった人が急に上の仕事をやらされて頑張ってるところだったんだなみたいに見える場合があるわけなんですね。まあ、そんなふうに、枕草子をあの今読み解いてるところです。監督のその他にイメージされる帝氏像、ちょっとやっぱりあれですかね、その型にはまらないか、姫気味のようなおとなしい感じではない、ないってことですよね。
それから、うん、そのさっきも言いましたけど、その中国宋の国の商人にお金が渡ってないっていうので、うん、自分のお金がどうも渡していく途中で着服されちゃってるみたいなんだけども、それよりも相手のことを考えたらもう一回その誰か持ってっちゃった人が取り返すとかっていう手間よりも相手の人にまずお金を払うことが大事だっていうようなことをものすごくきちんと言ってるんですね。なんかその外交的な態度っていうか、そういうのすら持ってるみたいな感じがして、でこの人が中宮って仕事がないっていうところに押し込められてってたのがすごくなんかもったいないなっていうような人だったんではないかなって気がしますね。映画にするにあたって華やかでビジュアル的にも期待されるんですけども、そういった面もやっぱり、考えながら調べられているんでしょうか。あ、そうなんです。これがだからご世知の、まあ、言ってみるとその舞姫の控え室っていうことになるんですけど、そういうところでこういうところなんですね。常明殿っていうので最初があって、でここでこういうふうにミスが並んでて、この中で多分打ち出しって書いてありますけど、井田詩吟のやってる人がこう並ぶんだろうなと思って、でそのうちの一人が亭主が案を出して、その、なんだっけ、おみ衣っていうのを着てるんですね。普通だったら男性が着るおみ衣を着てて、ここにしかもその可愛らしく赤い帯紐が、赤紐が肩から垂れてるんですね、片側だけ。でその一人が赤紐がほどけてしまって困ってるって言うと、さっきの実方がやってきてミスから手を入れて多分直してくれてるわけなんですけどね。そうするとミスがある程度空いてるんだろうなみたいなことも想像できるんですけど、意外と結構枕草子に書いたままあれを脚本だと思って絵にしても全然 OK な場面があったりするわけなんですよね。すごく貴重なすごく貴重なイラストです。これまだ検討中の図面なんです。そうですね、これがまだ大体でもこんな感じかなと思って、4人の舞姫のその楽屋みたいなのが4つあってっていうところで、ここが中宮でっていうことなんですけどね。会場からたくさんの、ご質問ご感想もいただきました。本当にありがとうございました。それでは読み上げますので、監督どうぞよろしくお願いします。清少納言の、ライバルと言われている紫式部には、どのような印象イメージを持たれていますか。紫式部はお父さんがそれこそ漢文とか漢詩についてものすごく造詣ある人なんですね。でさっき言ったその中国からの交易船が来てるんですけど、その越前に行った時にまさにお父さんが越前の神になって行ってるわけなんですけど、それがどうもその中国船との、外交をやるためだったんではないかなみたいに言われてたりするんですね。だその外交官として行った、本当はだから別の人が越前の神だったのに、急にその中国語に近いその漢文ができるからってんで生かされたみたいな、そういう人の娘で一緒に行ってて、すごくそのなんていうんですかね、そういう意味で言うとその漢詩とかの漢籍に対して詳しいということにすごい誇り持っているんで、清少納言の漢文はダメダメだっていうようなことを紫式部日記で書いてたりするんですけどね。だからそれなりになんかやっぱり逆に清少納言のことをすごい意識してる人だろうなという気がしました。で清少納言のようななんだっけことを書いてるとなんかあんまりよろしくないみたいなことを言ってるのも、ひょっとしたら枕草子自体のことを読んだ上で言ってたりするのではないかなっていう気もするんですね。枕草子はさっきも言った誰々が死ぬとかいうこと書いてないんで、いきなりもう描写からいなくなってるんだけど、おそらくいなくなる前の一番その人に対してのとっての楽しかったエピソードをちゃんと書いているみたいな書き方してるように僕には読めるんですね。でもそうやってさ、楽しいことばっかり書いてちゃダメなんじゃないのっていうのが紫式部の言い分だったような気がちょっとしてしまうんですね。紫式部は多分枕草子のことを意識して、その清少納言のことを紫式部日記の中でちょっと否定的に言ってるんじゃないかなという気がします。
ありがとうございます。ちょうど大河でも紫式部が取り上げられるので、本当に合わせてみるとすごく贅沢な、はい、経験になると思います。なんか本当にこういう立派な会場でお話をさせていただいて、実はこれあとまだ喋ったら多分何時間も喋れるんだろうなとは思うんですけど、これまでそのナイジェルの中で内輪に向けたワークショップとしてさせていただいてたのが、こうやって一般の皆様に向かってお話しできるような会を設けていただいて本当にありがたかったなと思います。ここから初めてまたいろんなこういう物語を作りたいとか、あるいはその物語の背景になる時代ってこんなだったんじゃないのかなっていうお話をいろんなところでしていきたいと思いますので、これからも皆さんよろしくお願いします。